講演の時ですね、時々まあそういう話題の時に、することがある話なんですけれども、私が今からそうですね、4、5年前にもなりますか、夏にですね、FM 放送で多分確か記憶では12時半から、11時半から12時ぐらいのですね、30分程度の番組に出た時にですね、そのラジオですから、いろいろ読者の人から電話で質問が来るんですね。ちょうどまあ11時45分ぐらいだったと思います。もともと受験生向けを中心とした番組なんですが、ある高等学校3年生のですね、男子学生から電話がありまして、ちょうど夏の盛りですけども、僕は節電に協力してますと。部屋の温度を今28度にしてあるんだけれども、暑くて勉強が身に入りませんと。25度にしたいんですが、それで大丈夫でしょうかという電話がありました。とても真面目そうな男子高校生でした。私はそれを聞いた時、本当に情けなく思ったわけですね。というのは、世界で日本以外の親はですね、比較的正しくエネルギーというのを理解して、そして子供を育てているわけですね。つまり非常に簡単に言えば、アメリカもドイツも中国ですらですね、受験期の子供なんかに、その家にお金があれば、その28度にしなさいとか、そんなこと言ってるわけじゃなくて、勉強に一番いい温度で勉強させると、まあ、そういうことしてるわけですね。それはなぜか、それで、それなのになぜ日本だけが、親がですね、節電を子供にさせてるのかっていうと、親が、まず一つはエネルギーのというのもよく知らないというのが一つと、それからもう一つは、世界を全然見てなくて、日本だけ、特殊な、状態の中にいると、いうことなんですね。この前ある、全然私と違う、文化系の文化みたいな、方とお話したらですね、その時、その人が、いや、もう日本だけは特殊ですからね、って言ったわけですけども、これは戦後丸山正夫がですね、日本を一歩出ると全然違うと。それから日本の常識は世界の非常識って言うんですけど、全部これが当てはめるわけですね。で、私はその子供に何て言おうかと思ったわけですよ。正しく言えば、君のお父さんとかお母さんが全然勉強せずに、単に君をいじめてるんだよと言ってもいいんですけど、それはちょっと答えとして不適切なので、ちょっと考えましてですね、昔、お犬様の時代っていうのがあったんだけど、知っているというとこから話をしました。ここの表紙にも、勝利憐みの令っていうのの、徳川綱吉のお触れを出しておりますが、勝利憐みの令、つまり生き物を大切にしなさいねっていう令自身は、法令自身は別に悪いことないんですけれども、それが行き過ぎて、犬をいじめると、牢獄に入れられると、いうような時代だったわけですね。つまり、行き過ぎちゃってしまうということがあるわけですね。で、その時には彼にこう言ったわけですね。その時、もちろん受験生ですから、その徳川綱吉も、生類憐みの令も、お犬様のことも知っておりましたからね。昔はね、その時代は、座布団の上に犬を乗せたんだよって言ったわけだ。人間の方が軽んじられたんだと。今はその犬の代わりに座布団の上に乗ってるのが電気とか石油なんだと。だけれども本当はね、電気も石油も人間のためにあるんであって、もしも君が勉強するのに部屋の温度が暑ければね、高ければ低くしていいんだと。そういうようなことを言ったわけですね。で、本当にこれは変な話なんです。一つは、ここのブログで何回か言ってるように、石油ってのはなくなるもんではないし、温暖化もするものじゃないわけですね。石油はどんなに見てもあと1万年はありますし、それから温暖化もですね、二酸化炭素の濃度が今0.04%ですよね。恐竜とかそういった時代1%ぐらいだったとされてるわけですから、当分ですね、温暖化が急激に起こるということもないわけですね。だからそういう中で、そのエネルギーの節約とか電気の節約というのが、本当にその人の一生に何も影響がなければ、私はいいと思うんですけれども、節約してもいいと思うんですが、具体的にはその受験生のようにですね、
汗水垂らして、だらだら垂らして、暑い暑いって言って勉強しなきゃいけないと、25度に下げれば、自分 の、 その本当に一生のうち、詰めて勉強する時期にですね、快適に勉強ができるわけですね。で、石油とか電気っていうのは、人間が快適な人生を送るために存在するわけです。これはエネルギーの節約ばかりでなく、すべてのものにそうなんですね。要するに、水道を節約しなさい。それは過度に流しっぱなしにするのがいけないんであって、適切に水道を使って快適な人生を送る。例えば、シャワー浴びるのが好きな人がですね、シャワー浴びてもそれは自分のお金の範囲だったらいいわけですね。このお金の範囲って非常に重要で、なぜその人のお金の範囲ならば環境を汚さないかっていうと、それだけの設備を作ったりできるわけですね。水道が一番そのいい例なんですが、日本にはですね、約8000億トンと推定される雨が降るんですよ。この雨は淡水、つまり塩分を含まないわけですから、非常に貴重な水なわけですね。世界的には日本はもういくらでも淡水が得られるので、川はじゃんじゃん流れてますから、周りが海ですからですね、淡水が貴重だという感じがありませんが、それは砂漠に行っても、他の、まあ、ヨーロッパでもですね、塩分の含んだ水を使わざるを得ないというところが多いわけですから、まあ、日本のような淡水が豊富に得られる、特に軟水と言われるですね、カルシウムなんかが少ない水が多く得られるというのは本当にいいことなんですね。じゃあこの空から降ってくる8000億トンというのは太陽エネルギーの利用ですね。海を太陽が照らして、海の表面から水分だけが、塩分は蒸発しないで、水分だけが蒸発して、それが上空にいて雲になり、雲が山に引っかかって雨を降らせるわけですから、まさに太陽エネルギーの利用の一つですね。それが3000億トン、川とかそういうところ流れてくるわけです。そのうちですね、本当に人間が直接使ってるのはもう300億トンとか、100分の1にもならないんですよ、日本人が使ってるのは。農業用水が大体降ってくる雨の10分の1ちょっと下回るぐらいなんですね。ですから本当はですね、人間がもし自然のものを使うんだったら水道こそどんどん使わなきゃいけないんですよ。節水しちゃいけないんですね。自然の利用という点では水こそ流し捨てなきゃいけないわけですね。だけども実際に水を利用するってことになるとダムを作ったり、それからポンプで水を送ったりしますから、現実には電気が必要だったりしますね。ですからまあ、それはその国の文明の程度によって決まります。文明の程度によって決まるっていうことは、まあ自分の収入の範囲で水を使うなら別段問題はないということで、まあ、ここで主婦の判断が正しい。主婦はどっちかっていうと環境のためを考えて、節水してんじゃなくて、まあ、やっぱり水道代が高いから節水してるわけで、この考えは非常に正しい考えなんですね。だから水を節約するっていうのは本当は環境に反するんですよ。水は節約しないように、例えばですね、山の上の方にダムがもし作ることができれば、中流ぐらいでもいいですけどね、山の中腹にダム、大きなダムを作ることができれば、そこからポンプを使わずにその下の町に水を流すことができればですね、ダムが溢れないようにどんどん使っていくことが大切だと、こういうふうになるわけですね。それによって、まあ、快適な人生が送れればですね、それがいいと。で、まあ、だからエネルギーも自分の収入に合った使い方をすればいいわけですね。っていうのはエネルギーを使うときですね、やっぱりエネルギーを使っていろいろ工場を動かしたりすると肺炎が出たりしますが、それで環境が汚れないように公害対策をするわけですね。ですから、お金の範囲でやれば環境を汚すってことは今もないんですよ。環境を汚すっていうのはどういうことかっていうと、私たちがあまり環境ってもよく分かんなかったときに、物を使うときには環境を汚しちゃいけないということを知らなかったっていうだけですね。今はそれ知ってますから、必ずその必要な環境対策っていうのをやるわけですから、それは起こらないわけですね。それよりかこのエネルギーの節約っていうのがなぜ日本しかやってないかっていうと、エネルギーこそが私たちの人生の活動のもとなんですね。ですから非常に極端に言いますよ。非常に極端に言えば、今エネルギーを1使っているとすると、例えば電気が5000円使っているとすると、電気を1万円使えば人生の価値は倍になるということも言えないわけじゃないんです。もちろんこんなこと言うと猛烈に反撃が来ますけどね。だけど
エネルギーというのは本質はそういうものなんですね。要するに活動のもとになるわけです。活動のもと、すべてのものの活動のもとになるわけです。したがって、まあ、もしも浪費せずにエネルギーを使うことができればですね、それはガソリンが倍あれば倍車を走らせることができる。それ倍走らせても意味がなければ別ですよ。その人の人生にとって意味がなければ別ですが、本当は走った方が自分が、自動車で走った方が自分の人生が豊かになるのに、豊かというのは商売上でも勉強でも遊びでもですね、豊かになるのに、環境のために我慢するということになると、それは、お犬様になっちゃうわけですね。鳩山首相の時にコンクリートから人へっていう話があって、私はもう非常に違和感を感じたわけですね。コンクリートっていうのは人間のために使うもんであって、もしもそれまでコンクリートが人のために使われてないっていうなら、それは使い方を変えればいいんであって、それこのコンクリートの人、コンクリートから人へというのは本当にこう、まあ言ってもアホな日本人を騙す政治的スローガンだったと思うんですよね。対戦前に駆逐米兵とかですね言ったり、ヒットラーがユダヤを殺せとか言ったりするのと似たようなもので、その時の国民の心にはそれが受け入れられるんですが、本当のところは違うんだということですね。それで日本は高速道路もとか道路の建設が大きく後退しましてね、そのためにもちろん不便にもなったけど、それ以上に例えば小学生が交通事故に遭う頻度がですね、なかなか改善されない。やっぱり道路を整備するっていうのはですね、それまで電信柱の間を縫うようにして登校してた児童が、ちゃんとした歩道を通過できるようになる。ちゃんとした歩道を通過できるようになるためには、どんなに狭い道でも歩道さえつければいいっていうわけじゃなくて、やっぱり自動車用の大きな道路をどんどん作るとともにですね、生活道路に歩道を作って、ガードレールを作っていくっていうことを両方しないといけないわけですね。ですから日本に財力があれば、経済的な力があればですね、やっぱり児童の命を守り、みんなが快適にドライブできるという社会を目指す。これはもうエネルギーの節約とは全然、エネルギーを節約するってことは、その省エネルギーとは違うんですね。同じことをするときに、例えば、熱海まで行くというときに、従来の自動車だったら50リッター必要だったけども、今は25リッターで済むと、これはもう非常にいいことなんですが、行動を制限するような節約は良くないんですね。ただ、これにはいろんな問題があるんですよ。もう複雑なんですね。例えば家庭の婦人、これは昔土工さんという非常に偉い人が、その奥さんがですね、家庭では節約はいいけれども、社会では節約はダメですというようなことを言ったことがあるんですよ。これは奥さんとしては本当に立派ですね。家庭というのはどっちかといったら生産現場ではないんです。生産したものを使うところなんですね。ですから、そういうところはある程度節約してもですね、行為は変わらないんですけれども、社会は生産をする場所ですから、節約なんかしちゃダメなんですよね。だそういうどこで何をするかということが広い目で見ることができるということが大切じゃないかと思うんです。その意味では、まあ、環境問題というのは何をもって環境と言ってるのかということですね。多分その人はその人の人生はどうでもいいんでしょうね。人の人生を良くするということは関係なくて、お犬様を大切にする、つまり電気とか石油を大切にすれば、それは人間にとっての環境良くなるんだというふうに錯覚をしているのではないかと思うんですね。